こんにちは。うつ主カエル枕代理のゆっくりパチュリーです。現在草津駅で小休止のおまんじゅうたち。今回は草津線を乗り通そうと思います。うつ主も今まで乗車したことないんですよね。楽しみです。ただ最大の敵睡魔がそろそろ襲ってくる頃ですがどうなるのでしょうか。ゆっくりしていてね。草津の湯でしっぽりいっぱいゆっくり霊夢です。草津違いだゆっくりマリサだぜ。抹茶色の113系が来たわね。L8 って見えるから7700番台ね。2700番台に高速化改造をへこんだ形式だっけ。2700番台は700番台のシートピッチを改良した形式ね。700番台は115系に準じた体幹対策装備を備えて振動されたわ。人形半島湖西線はよく雪来るしな。座席確保はせっちゃったわね。天黒改造した結果窓とシートピッチが合わないことあるしねー。座ること最優先にしたから仕方ないのぜ。草津の時点で窓側はほぼ埋まっちゃったしね。まあやれることをやりましょう。もはしゃにいるから振動がガガ。手持ちだと画角が微妙になるからわずかな隙間にカメラを置かざるを得ないのよね。どうやってもうるさいのは解消されなかったわ。申し訳ございませんがご了承ください。手前二つが琵琶湖線の線路だよな。一番奥が京都方面から草津線に直通するための連絡線で。琵琶湖線とお別れすると連絡線がこちらに近づいてくるわね。連絡線と合流すると単線になるので、草津線は全線単線だからね。ここに渡り線があるわね。見えるけどここから先はあっちの線路は行き止まりになるわね。確かに線路が途切れてたので、それにしても窓が汚いわね。新幹線高架の手前には新幹線の一等信号場引き込み線の跡があるわ。ここからでわからんだと、ここだけ線路が残ったままだっけか。そして新幹線をアンダークロス。国道1号をくぐった先に最初の停車駅と原があるわよ。ここは2年目線で列車交換も可能だな。まだまだ田舎ってわけじゃないわねー。あんたが想像している風景は次の周りぐらいじゃないかしら。確かにまだまだ住宅地と言ってもいいのかな。曲がりなりにも大阪近郊区間に入ってるので、2個階段にも含まれているわよ。今度は国道1号のアンダークロスか。この先には石で駅。石でも交換可能な構造になっているわね。かつては中線もあったみたいだわ。石ベースって工事中なんだな。駅舎は反対側にしかないけど、こちらにも駅舎や駅前広場を建設するそうよ。Thank you.
渡ればもうすぐ菊沢なんだが、ここから大見鉄道本線が合流してくるわよ。しばらく高原鉄道も伸び出ているけど反対側なのよね。大見鉄道800系811駅、東園ラッピング車がいるわよ。電光杖の半分を超えたかな。相変わらず窓やら何やら振動してるけどね。カメラを手持ちにしても結局うるさかったのよね。国道307号線をアンダークロスするので主要ターミナルの座を菊川に寝取られた港南駅に着いたわ。2年2000の立派な上場駅なんだけどな。港南駅の先から油市駅の手前あたりまで直線区間が続くわ。ちょうどこの辺から直線なんだぜ。円形の直線ということは臨海線まで飛ばすのかしら。浦小駅だけどここも号線駅でホームは反対側で、大橋まで来てしまったぞ。大橋ってことはこの辺にも忍者の末裔がいたりするのかな。この辺にあるのはゴルフ場ばっかりね。なんだよ意味のない話だな。一応高田の里に実占いテーマパークはあるそうよ。心霊心にオーバークロスされるのね。みんな私のことを心配にやったターゲットを見つけていく。そんな男たちはみんな転んでしまえばいいんだ。なんだその専門芝居は。霊夢の場合は何もかも虫にとってポイ捨てするだわよね。こんなか弱い巫女に対して失礼ねえ。か弱いの医療工事園で調べ直してこい。さすが直線区間ね。躍動感を感じるわ。大橋の中心工場駅ね。自由風呂には忍者のトリックアートもあるわよ。ケンケン工場だからかい。この踏切付近で長い直線区間も終了よ。線路は少し右にカーブして油市駅を目指すわよ。ここも本線駅でホームは反対側なんだな。千葉県はこれでおしまい。終点の次だけ三重県ね。県境はほぼ鶴川だな。お客も少なくなったから到着の様子をば。ここまではほとんど平野部で住宅地帯やら工業団地やらあったけど、ここから先は三重県が近づくにつれ山間部に入ってくるな。すぐ手前までは県道4号線とほぼ並走する形になるわね。千葉県と三重県道4号線草津浦線ね。ここに来て一気に様相が変わったわね。大田忍者も飛んでいるんだな。まだ吹っ飛るの。次まで乗車するお客はそうはいないみたいだな。次から東西どちらに向かうにしろ草津に出た方が早そうねー。油市とかからならどうなんでしょうね。この辺から三重県に入ったわ。目の前の県道4号がオーバークロスするんだな。まもなく終点1に終点2この道は右側です。運転のご案内です。ほとんど時間がないので、まあ乗り換えホームは目の前だし。お手回り品、神棚、ごくいただし。お出口に行きながら、中岡に戻ドアは、今まで開かないです。だから、やめてみましょう。料理の店では、下の方になります。下の方になります。仕事を行きます。ないかしら。さっき乗り換えは目の前って言ってたよな。ということは次は亀山行きに乗車するわよ。次に到着と次は座れるかわからないけど乗車時間も短いから立っていてもいいでしょ。300番台だからボックス座りか。ロン
ングに座ってもろくに撮影できないから全面展望ということで。さっきのは一応修繕していたということでいいのか？ガムテープで補強してる会社もあるからいいんじゃない？多分次回が今回の真の目的になるわね。ということは、マッセロ帝国。今回の動画は以上となります。何を待っていればいいんでしょうね。とりあえず次は名古屋方面かはたまた津に向かうか、もうバレちゃってるかもしれませんね。チャンネル登録の方もよろしくお願いしますね。それでは次回をお楽しみに。ご視聴ありがとうございました。